はい、お待たせしました。それでは行きましょう。オープンクラスの第4ヒットスタートいたします。次の日も、うん、さあ、凄まじい勢いで放射線を爆発します。どうだい、さあ、今大会は結構難しそうですね。このコースレイアウト、日本国には発射する会場に合わせたオリジナルレイアウトを今大会に採用しております。さあ、一周トップはアルティバー加藤選手。さあ、練習走行でも好調のタイムを待っている加藤選手、現在レースリーダーです。さあ、ホームセンターに行く白いマシン13の180でスタート、現在4周目の走行中。2番手はそこから1秒8候補を兼ねているのが清水選手、そして1秒間隔で岩崎選手、橋本選手と続いています。オープンテスト最終戦第4ヒットトップはアルティバー加藤選手、ベストラップ12秒92秒。さあ、上位5周目、6周目、残り時間は40秒です。走行時間残り20秒。さあ、加藤選手は現在8周目の走行中、ベストラップも10秒75まで上がってきた。さあ、ホームストレートに行きます。現在9周の2分2秒というのが暫定トップ。走行時間まもなく残り5秒です。時間はここに見ていた加藤選手10周目でした。3コースボール清水選手ボールです。1コースボール全車ゴールです。ソフトボールはパーフェクト2番加藤選手、10周10秒20。さあ、見事10周目いきました。